早く行かないと。急がないと。あれ、なんだか騒がしいぞ。あれは父さん。大変だ、すぐに助けなきゃ。このポンコツども、あっちに行くだよ。父さん、危ないですよ。おめえ、トランクス家。はい、なんなんです、このメカは。よくわからねえけど、突然オラを。よし、ここは。そんなことでき。大丈夫です。このメカ、動くものを狙って攻撃してくるみたいだ。よし、かかってこい。ラペッコー。よっ、よっ、よっ。えいとな。無事かな。怪我はありませんか、父さん。オラなら無事だ。それ。ああ、大丈夫だ。でもメーサ来てくれて助かっただよ。いえ、父さん。オラか。オラ畑の様子を見てきた帰りだっただよ。じゃあ僕家まで送りますよ。そうけ？はい、任せ。いやぁ、父を助けてくれて感謝する。いえ、謙遜することはねえだ。そういや、噂で聞いてるだよ。え、まずい、まずいぞ。そんな。そうなんか？だ？おめえみてえな子供、ごはんちゃんだって本当なら今頃えらい。オラも父と同じ気持ちだが、ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。たぶん。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず。はい、それじゃあ僕か。ありがとうな、ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめえも気ぃつけてな。はい、僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は。ああ、ごはんさんに父さんたちの様子を伝えてやろう。ごはんさん、まださっきのところにいるかな。父さんたち、やっぱり心配してたな。僕も戦ってることを母さんにバレないようにしなきゃ。うん、大した敵じゃなさそうだ。ごはんさん。トランクス。実はさっき、ごはんさんが心配してたから様子を見て。トラブル？はい、変な機械が父さんを。母さんは。はい、怪我もしてませんでした。よかった、ありがとう。トランクス。いえ、それよりも父さんから伝言です。そうか、すぐには帰れそうにもないけど。それがいいですよ。あ、君もブルマさんを心配。はい、それじゃあ。母さんたちを心配させないためにも、人造人間たちを倒して。本日、西の都の周辺を襲撃した人造人間により多くの被害者が出ています。次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ。たまには帰ってこいって。
もう少しだけ待っていてください。実像人間を倒して必ず戻ります。翌日、トランクスとご飯。よし、今日は何をします？それも大事だが、やっぱりトランクスにも。すみません、なかなかうまくいかない。そんな簡単にはいかないさ。わかりました。今のは爆発音。またしても間違い。ご飯さん、いや、またスーパーサイヤ人になれないトランクスを。俺が行ってくる。君は。ご飯さん、僕も一緒に行かせてください。君はまだ奴らと戦うには早い。でも少しでも助けになりたいんです。分かった、遅れないようについて。はい。急ぐぞ。被害をできるだけ食い止めるんだ。人造人間がいる場所がすぐに分かればいいのに。人造人間の気は探れないからな。お手に回らざるを得ないのが残念だ。そこまでだ人造人間。よくもひどいことを。なんだい、またお前たちか。こんな奴らさっさと片付けてまた遊ぼう。そんな真似はさせない。ご飯さん、僕も戦う。よし、君は俺の援護を頼む。こいつらの相手なんか俺一人で十分だけどな。時間をかけても無駄だよ。さっさと終わらせろ。少しでも隙を見せたら命取りだぞ。気をつけるんだ。はい。どこ見てんの。どこまでも追い詰めるぞ。行くぞ。そろそろ。イライラさせるね、マイタク。それ以上、お前たちの好きにはさせない。どこに行こうと無駄だ。それはどうだ。ガキの子守でもやってりゃいいんだよ。俺たちを舐めてかかると、痛い目を見るぞ。そうだ、僕がお前たちを倒す。少しはやるじゃないか。みんなの仇を取りたく鍛えてるんだ。私たちの本気だと思ったら大間違いだよ。なら本気を出すがいい。俺たちは負けない。やめて。そうだ、どこ見てんの。
どこまでも追い詰めるぞ。あ、勝負だ。調子に乗るなよ。このまま押し切るぞ。はい、はぁ、行くぞ。はぁ、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 こいつ、こいつから逃げられるかな。そら、やってくれたな。すごい、すごい。まだ終わってないぞ。いつまで俺たちに抵抗するつもりだ。孫悟飯、まだやるつもりか。やっぱり感謝してないんだ。もっと構ってほしいのか。弱いくせにいつも邪魔ばかりしてさ。とどめを刺してやる。そうだよ。油断するな。まだ倒したわけじゃないぞ。わトランクス。この程度で勝てると思ってたのか。これでおしまいにしてあげるよ。おやおや、逃げ足だけは早いようだな。図体はでかいくせにちょこまかと。どこに隠れたって無駄だよ。あいつらにとどめを刺せたかな。もう死んだよきっと。もし生きてるんならまた会うさ。面倒だしそろそろ帰ろう。ふん、そうだな。人造人間はいないのか。あ、ゴハンさん、腕が、ゴハンさん、ゴハンさん、いいね、よかった、まだ息がある。早く家に連れて帰ればきっと大丈夫だ。くそ、人造人間は強かった。僕はまだごはんさんの足手まといだった。
それから数日後、ゴハンは片腕を失ったものの一命は取り留めた。奇跡的な速さで回復したゴハンは再び戦う。しかし自責の念に駆られ落ち込むトランクス。元気なさそうね、トランクス。うん、あんたは秘密にしてたみたいだけど、母さんは。すみません。それにいつもゴハン君のところで修行してたって僕トランクスのせいじゃないことは分かってるし、こういう時は早く顔を見せ。わかりました。ええ、言って。ゴハンさんに会ったらなんて言えばいいか。それにゴハンさん、やっと動けるようになったはずだけど、修行なんかしても大丈夫なんだろうか。センズがあったらゴハンさんの腕だって治ったかもしれないのに。うん、大した敵じゃなさそうだ。よし、来たな、トランクス。早速し、ん？ど？ゴハンさん。あ、まだ少し違和感はあるけどな。なるほど、そうか。すみません。そう、気にするなよ。亡くなったものをその時生きていられただけでも。でも。よし、どうやらその状態だと、修行。いえ。いいから、いいから。そうだな。は？釣りってどこでするんですか？はい。あそこら辺が良さそうだ。トランクス、釣りは？はい、一応。せっかくだから釣り勝負なんて。そんな。組手じゃ絶対にゴハンさんには勝てないと思う。よ、僕だって。さあ。ゴハンさんは自分の釣り場へ向かったみたいだ。よし、釣れたぞ。結構釣れましたよ、ゴハンさん。どれどれ、ん？やったー！やるな、トランクス。それで、そうだな。さすがに食べ過ぎたかな。結
結構釣りましたからね。あ、そうだな。どうかしましたか？いや、いつものトランクスに戻ったみたいだな。あ、ありがとうございます。僕の気分転換のために気を使ってくれたんですね。別に気を使ったわけじゃないさ。これも修行の一つみたいなものなんだから。え、釣りをして魚を食べることがですか？そうさ、お父さんが亀仙人様から教わった亀仙流の教えだよ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。日々を楽しく暮らすことも修行の一つだってね。そうか、いい教えですね。こうしてると俺が子供の頃ピッコロさんと修行してた頃のことを思い出すよ。その時はこんなひどい人と二人っきりで半年も修行続けるなんて地獄みたいだって思ってたけどね。ああ、そういえばその時は地球を襲撃しに来たベジータさんたちと戦うために修行してたんだっけ。そうだったんですか。そのせいでゴハンさんがひどい目に。いや、なんだかすみません。でも今はそのベジータさんの息子の君と修行してるなんてなんだか変な感じだな。ピッコロさんも俺を鍛えてくれるずっと前はお父さんと戦ったっていうし、不思議な運命を感じるよ。そうやって運命でつながっていくんですね。そうだ、君には俺だけじゃなくずっとつないできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだ、ゴハンさん。だから君は絶対に死んじゃいけない。死なないように俺が鍛える。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。大丈夫、すぐに俺よりも強くなれるさ。僕頑張ります。あ、俺と一緒に強くなろう。そして平和を取り戻すんだ。はい。ピッコロさんがあの時命を懸けて俺を守ってくれた気持ちも今ならよくわかる。君は俺たちが残せる最後の戦士、そして最後の希望。君が命を懸けて守らなければいけないものはこの世界に生きる全ての人々の平和だ。強くなれよ、トランクス。そして数日後、熱のこもったトランクスとご飯のし、怒れ、もっと怒るんだ。くそ、もう少しだトランクス。俺もお父さん前も言ったと思うが、スーパーサイヤ人になるきっかけは怒りだ。俺はピッコロさんやクリリンさん、みんな、そしてスーパーサイヤ人、君にはベジータさんの血が流れている。はい。よし、スーパー、はい、さあみんな来い。はい、違うし、俺と戦えないようなら人造人間を相手にしても勝てやしないぞ。分かってます。それはどうだ、何、それはどうだ、クライマー成功。まだ俺に遠慮してるんじゃないか。いえ、遠慮なんて。それはどうだ、おりゃは、はあ、どうした、これが本気か。いや、よっ、防御がまだ甘いぞ。
タッよっタッよっ、よく相手の動きを見るんだ。ああ、まずい。俺を人造人間だと思って戦え。よし、いいぞ。確実に相手の隙をつけていけ。遠慮してちゃダメだ。フライパーセント。フライパーセント。おりゃー、うわっ、うわっ、これはどうだ。かなり力をつけてきたな。スーパーサイヤ人になれればもっと戦えるのに。それだってもうすぐなれるさ、きっかけさえあれば。み、都が人造人間め、とうとうこの町まで。今度こそ。ゴハンさん、その体じゃ今の俺ではトランクスを守りきれないかもしれない。トランクス、君はここにいるんだ。いいな。いやだ、ゴハンさんが行くなら僕も行く。もう十分強くなったはずだ。トランクス、人造人間の力を甘く見るな。もう足手まといにはなりません。僕、ゴハンさんと一緒に戦いたいんです。そうか、わかった。トランクス、行くか。はい。トランクス、君は最後の希望だ。もし君まで死んでしまったら、地球を守る戦士は誰もいなくなってしまう。何年か先、あの人造人間を倒す可能性を持った最後の戦士が。すまない、トランクス、俺は人造人間に勝てないかもしれない。だが君がいるから俺は全力で戦える。君なら俺を超える戦士になれる。いざ。自分の力を信じてよ。強くなれよ、トランクス。
やめなよ17号。ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ、俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。孫悟飯、またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。そう熱くなるなよ、今度は。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。こいつから逃げるぞ。
集めるぞ。そらそら。もう出ましたか。弱いね。弱すぎるよ。ここまでやるとはな。必死じゃないか、そのご飯。これでいられるのも今のうちだ。どこ見てんのか。こいつから逃げられるかな。そら。行くぞ。こいつから逃げられそうだ。